今日で7日間の選挙戦が終わりました。この間皆様からはたくさんのご要望や激励をいただきました。いよいよ明日は投票日です。この20年間の経験を生かし、皆様のご要望実現のために頑張ってまいります。どうか明日の投票日には皆様の清き一票を小木恵子に賜りますよう心よりお願い申し上げます。